写真拡大。快速バビアンフェは草刈りで単走多い。序盤からスピード満点で軽快にラップを刻んでいく。ゴール前はびっしり追われ、 4F51秒6 から 1F12秒1 の高度計をマークした。イメージ通りで動きは良かった。状態はいいと中武氏。主導権を握った前走函館スプリント S は前半 3F32秒8 というハイペースを鮮やかに逃げ切った。自分のリズムなら最後までしぶとい。今回乗り方は藤岡雄ジョッキーに任せる。両馬場でやりたかった。